うもスーです。ということで今私はラスベガスマッカラン国際空港に来ております。まあ、こちらのラスベガスに2日間ほど滞在いたしまして、今からまた別の場所に移動いたします。今回の海外シリーズに関しては、まあ、アメリカの都市をいくつか回ってるんですよね。まあ、ニューヨーク行って途中カナダナイアガラを挟んでロサンゼルス行って、そしてラスベガスに来て、で今からラストのですね、まあ、滞在先となります。次の場所なんですが、アメリカシアトルに行きます。これはね、私がアメリカに来たらシアトルに行きたいなってずっと思ってた、まあ、場所でして、まあ、最後シアトルでちょっと締めようかなという感じで、はい、考えておりました。それでこちらのマッカラン国際空港からシアトルタコマ国際空港の方に今から飛行機で移動します。せっかくならアメリカ3大エアラインね、全て乗りたいと思っておりました。でユナイテッドも乗りましたよね。でアメリカンも乗りました。で残るはやっぱデルタ航空ですね、スカイチームの、はい、それを今日は乗ります。やっぱりスカイチーム私好きなんで、あとデルタ航空に至ってはですね、まあ、セントレイに就航してて、名古屋からデトロイトまで直行便も飛ばしてましたし、あとハワイのホノルルですね、うん、飛ばしてましたっていうか今も飛ばしてるんですけど、できればセントレアから乗りたかったですけどね、初デルタに関しては。はい、まあしょうがないです。今回はこちらのラスベガスからシアトルまで利用します。一応こんな私ですが、デルタの上級会員まだキープしておりまして、来年の2月までゴールドメダリオンのステータスを持ってるんですよね。はい、なのでスカイチームの、まあ、上級会員、まあ、エリートプラスとして、まあ、いろいろプライオリティサービスを受ける権利を一応持っております。そうは言っても、まあ、なかなかその権利を使うタイミングが、まあ、今海外なかなか行けないのでね、厳しくてほとんど使えてないんですが、まあ、今回はちょっと活用しようかなと思ったんですが、まあ、せっかくねデルタのこの国内線乗るので、まあエコノミーというか普通席ではなくてですね、今回も奮発しましてファーストシートを取りました。結局ファーストシート乗るとね、まあ、プライオリティの権利を持っていてもね、もう最初からそれがついているので、まあ、あんまり微妙ですよね。使ってるかどうかは分かんない感じにはなると思うんですが、まあ、一応ラウンジ入れたりとか優先搭乗があるとか、まあ、ちょっとね機内サービスがちょっとだけあるとか、そういった感じで今回ね、まあ、利用しようと思っておりますので、その様子も含めて皆さんにお届けしようと思います。早速ですがデルタのチェックインカウンターに行って今から荷物預けたりとかしようと思います。デルタ航空はこちらの空港だとターミナル1の出発となりますので、ね、平日なんですけどね、どんだけ人がいるんだっていうぐらい混み合ってますね。以前も言いましたけども、すでにアメリカの空港はあれですね、入り口とかに消毒すらないですね。うわー、カウンターめっちゃ混んでるな。激混みです。おー、懐かしいスカイプライオリティ。こちらのレーンでチェックインします。オンラインチェックインをねやればよかったんですけど、やればよかったというかできなかったんですよね。アプリの不具合か何かで全然できなくて、結局カウンターに行くみたいな感じですね。ということでチェックイン完了いたしました。かなり混んでますね。スカイプライオリティレーンだけでも30分ぐらい並びました。今回オンラインチェックインがねできなかったんですよね。なのでチェックインカウンターで、まあ、一からやってる感じなんですが、まあ、この厚紙のチケットで、国内線ですけどね、はい、国際線みたいなチケットでくれました。ラウンジに行こうと思いますので、その前に保安検査受けに行きたいと思います。まあ有名ではありますけどね、この空港内にスロットマシンとかギャンブル場が普通にあるっていうね、ちょっとやってみたいんだけどな、勝てる気がしないんだよな今回。そう、これどうやって現金でやるのかな、カジノ場とは違うのかな。マッカランは意外と広いんですね。それも知らなかったです。ということで、なんとね、はい、マッカランはファーストクラス利用者の専用の保安検査場がありますね。それでは早速保安検査を受けたいと思います。ということで保安検査抜けました。早速今からね、この移動する列車があるんですけども、ターミナル間のね、それに乗ってゲートの近くまで、行こうと思います。
それでこちらですね、ラウンジがザ・クラブ・ラス、これです。早速入りましょう。こちらのラウンジもバッファロー空港と同じ系列のラウンジでですね、プライオリティパスでも入れるラウンジですね。食事は自分で注文して欲しいのこれって言って持ってきてもらうパターンですね。こんな感じで食べ物いただきました。缶のオレンジジュースとフルーツとダイエットコーラ、あとゆで卵、パンですね、まあ、そんなにはっきり言って豪華なものはないですね。朝食メニューがちょっとあるっていう感じかな。まあ、ラスベガス空港はね、すごい華やかなんですけど、ちょっと他の空港よりもしょぼい感じがしますね。朝ごはん食べてないんですよね。めっちゃお腹空いてる。あ、これ美味しい。チーズのパン、別にあんま美味しくないですね。まあ、ラウンジの中もそんなに広くはないですね。一応向こう側の席行けば飛行機が見えるような感じではありますが、ちょうど止まってないですし、奥にねバーカウンターがあるんですけどね、そこでカクテルとかお酒はもらえるみたいです。ということでもうラウンジ出ます。あと30分ぐらいで搭乗開始なんで。 Thank you。 ラウンジで朝ごはんを食べる気でいたので、ちょっとね全然足らないんで、なんか買いましょうかね。飲み物も欲しいですし、水とかなかったんですよね、ラウンジに。それですね、もう我慢できなくてピザを買ってしまいました。まあ、ワンピースで7ドルぐらいですね。で、水と合わせて10ドル。まあ安くはないです。はい、まあでもお腹空いてるんで買っちゃいました。これです。めちゃくちゃでかい。まあ、出来たてだったんでね、もううまそうでしょうがなくて、もうついつい注文しちゃいましたけど。おい。めちゃくちゃでかいです。とんでもなくでかいです。うまいけど。フライト時間がね、今回2時間40分ぐらい、結構長いんですよね。で、多分お菓子ぐらいしか出ないんで。途中で腹が減りそうだったんで食べましたけど、結構ね待合所も人がいっぱいいますね。座るとこないぐらいお客さんがいます。もう先ほどピザを食べたんで、もうお腹は結構膨れてるんですけど、この2時間40分ぐらいのフライトでどうなんですかね、なんか出るんですかね。うん、一応デルタのアプリ上ではなんかね、食べ物のマークがついてたんで、多分お菓子だと思うんですよね。うん、その辺もしっかりとお届けしたいと思いますけど、一応ボーディングタイムは今もう過ぎてるんですけど、コールはかかってなく、まあ、結構ねもうゲートに並んでる人がいっぱいいますけどね。意外にあれね、先に並んでもあんま意味ないんですよね。一番最初に優先登場として、まあ、日本とは違ってですね、元軍人さんと現役軍人さんが先に乗ることになってます。その後に、体の障害がある方とか小さなお子様が乗った後に第一グループですね、まあ、このファーストクラスとかプライオリティの権利を持っている人が乗るという感じになります。これも結構アメリカ独特なんですよね。日本だったら別に自衛隊の人が先に乗るとかないですもんね。自分はそういうのあってもいいんじゃないかなと思いますけどね。また反対する人たちがピーピー多分言うと思うんであれなんですけど、一応アメリカの国内では軍人さんと元軍人さんはかなりリスペクトに値するというか、まあね、国に貢献した人たちということで、エアラインもこうやって優先搭乗させてるんですね。それでゲートの前に来ました。今回の機材はボーイング737ですね。今回の旅で初めて乗ります。日本でね、いろいろ飛行機乗るとなるとこればっかですけど、
今回アメリカでは初めて乗りますね。スカイプライオリティがしっかりと印字されております。座席は 4-D ですね。ということで飛行機乗っていきたいと思います。かなり混むんで優先搭乗はやっぱりありがたいですね。ということで席に着きました。めっちゃいいですね。モニターもついてるし席も広い気がします。でもう座席にはデルタの水が用意されておりました。サービスめっちゃいいですね。であとはコンセントもありますし、まあ、この辺もすごい広いです。まあ、距離とかにも関係はしてくると思うんですけども、このデルタのこのファーストシートはすごく当たりだと思います。機材は737-800 ですね。座り心地もめちゃくちゃいいです。座席がすごい柔らかいですね。ぎっくり腰の私にとっては助かります。ちなみにもうファーストシートは、満席ですね。すごいです。まあ、多分普通席もいっぱいだと思います。かなりの人たちが並んでおりましたので、ね、
ということで、シアトルタコマ国際空港到着いたしました。とりあえず今から荷物を受け取ります。人いっぱいいますね。空港の中にマックありますね。制限エリアの中に。まあ、2時間40分のフライトだと最初思ってたんですけど、2時間ぐらいでしたね。あっという間に到着しました。気温はね、もうラスベガスと比べて全然寒いです。多分10度以下ぐらいじゃないですかね。それとですね、私の隣に乗っていたアメリカ人のお客さんがですね、日本語がペラペラで、私ね、日本人だと分かって日本語で結構話しかけてきてくれたり、なんかいろいろ喋ったんで楽しかったですね。ちょっとその動画は撮ってないんですけどね、すごい親切な方でした。まあ、デルタ航空のサービスも非常に良くて、飲み物とかもね、じゃんじゃんくれるんで、しかもカップもすごいでかくてね、お菓子も山盛りくれますし、おかわりいるかとか、あとジュースとかもね、どんどん持ってきてくれるんで、すごい良かったと思います。アメリカの三大エアラインね、ユナイテッド、アメリカン、デルタ、これでまあ、3社とも乗ったということで、まあ、乗ったから何かあるとかそういうのはないんですけどね、まあ、非常にいい体験ができたかなと、はい、思いました。今私がいるシアトルに関しては、ボーイングの本社があったり、マイクロソフトの本社があったり、スタバのね、本社があったりとか、今ね、世間でも、世の中を引っ張ってるような会社が集中しているエリアなので、そういったところもね、まあ、ちょっといろいろ見てみようかなと今回ね、思っております。滞在は2日間します。で、この後ホテルに今からチェックインして荷物を預けに行こうとは思っているんですが、まあ、一旦今回この動画はここまでということで、まあ、こんな感じでですね、アメリカの三大エアラインのデルタ航空の国内線ファーストシートに乗ってシアトルに来てみたっていう動画はこれで終わりたいと思います。皆さんよろしければ感想をコメント欄の方に書いていただけるとモチベーション上がります。よろしくお願いします。高評価と、チャンネル登録よろしくお願いします。こんな感じで終わりたいと思います。以上、スーチャンネルスでした。バイバイ。